リフュー堂々作品39は、イギリスの作曲家、エドワード・エルガーが作曲した、還元楽のための更新曲集。エルガーが完成させたのは5曲であるが、21世紀初頭に、未完の第6番が、個室完成されて新たに加えられた。エルガーが生前に作曲、出版した5曲のうち、第1番から第4番は1901年から1907年に、 かけて作曲され、第5番は晩年の1930年に作曲された。以降から見つかった第6番は未完成であり、アンソニー・ペインによって保筆、完成されたもので知られている。現代、ポンプサーカムスタンスは、シェイクスピアの儀曲、オセロ第3幕第3話のセリフから取られている。ポンプとは、壮霊、華ー、サーカムスタンスとは、儀式発た 物々しいといった意味合いであり、異風堂々という題名は、名訳ではあるものの相当意訳されている。なお、斜王全集第四巻、オセロのが当箇所周辺は、二式のお旗やなんやかや、イブ堂々の軍将族との訳けが見受けられる。日本では、エルガーの楽曲を指して単に、異風堂々という場合、第一番あるいはその中間部の旋律を指すことが多い。しかし、 このタイトルは、更新曲集全体に与えられた題名であって、この旋律自体に付けられたものではない。したがって、第1番の中間部をして、威風堂々と呼ぶことは、御用に近いものがある。イギリスではこの旋律はもっぱら、希望と栄光の国と呼ばれている。BBC プロムスなどで、第1番に合唱をつけて演奏されるときも、希望と栄光の国として扱われる。 希望と栄光の国は、イギリス第二の国家、イギリス愛国家と称されるほど愛されている曲である。アレグロ、コンモルトフォーコ、トリオ、ラルガメンテ、モルトマエストーソ、二町長。1901年に作曲され、同年の10月19日に、リバプールにて、アルフレッド・ロードールドの式で初演された。エルガーの友人でもあったロードールドと、リバプールの還元楽団に捧げられた。 全6曲中、最も広く知られた楽曲である。初演から3日後の1901年10月22日、ロンドンのクイーンズホールでの演奏会では、聴衆が2度にわたるアンコールを求めたことが逸話として伝えられている。エドワード7世からの歌詞をつけてほしいという要望に従い、翌年に国王のための大感式唱歌を作曲、集曲、希望と栄光の国に、 この更新曲の中間部の旋律を用いた。この曲は三部形式をとり、助奏の部分に独創的なひとひねりがあり、主張である二長長に対して変度長調,調で開始され、一段落の後、主張になり、主部のテーマが弦楽器を中心に演奏され、躍動的な第一主題、第二主題が続く。やがて、テンポがポコアラーガンドで次第に緩められた後、 有名なトリオの旋律が主張の家族調で登場する。やがて再現部に入り、主題が回帰し、第一主題、第二主題が続いた後、トリオの旋律が再現部では主張のままで再現され、曲の最後に主部の第一主題が登場して幕を閉じる。アレグロモルト、イタンチョウ。第一番と同じ時期に作曲され、同じコンサートにて初演された。 友人のグランビルバントックに検定されている。コンフォーコ・ビバーチェ・カンタービレ・グランディオーソ、アニマート、ハタンチョウ。1905年に作曲され、同年3月8日、ロンドンのクイーンズ・ホールに出、エルガー自身の指揮により初演された。友人のアイバー・アートキンズに検定されている。アレグロ・マルツェアレ・ノービルマンテ・グランディオーソ、都庁長。1907年に作曲され、8月24日、 ロンドンのクイーンズホールにて、エルガー自身の指揮により初演された。ヘレフォード出身の友人ジー・ロバートソン・シンクレアに、検定されている。ビバーチェ、派長長。1930年9月18日、ロンドンのキングズウェイホールにて、エルガーの指揮で、ロンドン公共楽団が初演。ヘレフォード出身の友人パーシー・ハルに検定されている。アラマルチャ・ビバーチェ、ポコメノ・モッソ。 コンスピーリトジョコーソラルガメンテグランディオーソビバーチェトタンチョウ1934年の作曲者の死後スケッチのみの状態で見つかった未完の作品でアンソニー・ペインによる保筆版がある保筆は1996年に大英図書館で発見された主要主題を含む総工と大英図書館所像の主工夫をもとに2005年から2006年にかけて行われた この保筆版の初演は2006年8月2日、第26回 BBC プロムスで、アンドルー・デイビス式の BBC 公共楽団によって演奏された。また日本初演は2007年7月8日、第93回東京芸術劇場シリーズで、大友直人式の東京公共楽団によって取り上げられた。アーサー・クリストファー・ベンソン・エドワード・エルガー第1番を聞いた。 当時の大大使アルバート・エドワードは中間部を歌詞をつけたら偉大な曲になるだろうと歌詞をつけるべきことをエルガーに示唆した。エルガーはこの提案を受けて1902年のエドワード7世の戴冠式のための戴冠式唱歌の第6番終曲希望と栄光の国にこの中間部の旋律を用いたの最後にも使用している。歌詞は イギリスの詩人アーサー・クリストファー・ベンソンによる、エドワード7世の中水演により、大冠式が延期されたため、大冠式唱歌の学府の観光と書演が、大冠式の挙行と前後した。学府観光時に、世間の公表を得た第6番を版元が独立した曲にするようエルガーに提案し、エルガーが別の曲として書き直し、ベンソンに新たに歌詞を付けさせたものが、 希望と栄光の国である。現在のイギリスにおいては、国威発揚的な愛国家かつ、第二国家的な扱いを受け、BBC プロムスなどにおける演奏が BBC で放映される際には、各局の最初の部分において、エリザベス二世女王の映像が必ず流されることとなっている。また、女王陛下万歳は、連合王国国家として、 それとは別のイングランドの独自の国家の必要性が議論されるとき、イングランド国家の候補に、パリーのエルサレムなどともに必ず挙げられる曲である。第1番の中間部は非常に有名であり、オーケストラのコンサートを離れて、イギリス以外の国においても様々な場面で演奏されたり、多様な編曲がなされている。演奏時に歌詞をつけるときは、 希望と栄光の国のうち2番が歌われるケースがほとんどである。また、サッカーの応援に歌われるケースもこれに習っている。そもそも、大英帝国を称える歌であるにもかかわらず、全く関係ないものにも使用されるケースもある。元イギリスの植民地であったアメリカでは、学校の卒業式で卒業生入場の際に BGM として使用されている。1905年に、 エルガーがイエール大学の音楽博士号を授与されて、以来、同大学の卒業式で使用されたのが広まった。在校生の吹奏楽部員によって生演奏が行われることが多い。ありがとうございます。